この格好、あれですか、あの、あれは、あの、例の衣装は NG 出ちゃったんですか。NG というか、あの、戻りますっていうことだったんで、一応持ってきたんですけど、あの、あ、これ着替えた方がいいですかって言ったら、もう、もももあのね、あの時間ももうありませんし、ちょっと、ね、ご面倒おかけしますから、もう、はい、今回はって。丁重に断れちゃった。丁重にお断りくださったみたいな感じで。私のことを気遣ってくださってありがたかったです。いやでもね、切れてましたよ、踊りやっぱり。ダンサーあと、あの、坂向けも切れてて坂向けが切れてて、あ、皮が向けたってことあ、なるほど、ね、たまにあるね、そういうこと。お互いラップどうでしたか。あれは、あれですよ、小宮さん、考えてきたラップなんですよね。そうです、あれはもう家で作ってきたやつです。で、あれは本当はネタでやろうかと思ってたんですよ。普通、今日は営業だと思ってたんですよ。だから、普通にガンタカチャンスであのネタやろうと思って持ってきてたんですよ。そうですか。全然違ってたんで、もう急遽ラップに変えました。急遽。あ、なるほど、なるほど。できるかできないかは知らないですけど、バーッともう、わってかってわってやって今もわってなってもう何言ってんだ俺普通のコメンタリーさん、普通のこのあれで作ってきたんですか。あ、そうですそうですそうです。ディスコの衣装ももう本当カバンの中入ってますし、ディスコのイベント用に作ってちゃうんじゃないんですね。ディスコの、まあ、あのディスコ用のネタですよ。ディスコ用のネタ基盤あるんですけれども、そのあのなんていうんですか、ちゃんちゃかちゃん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 をやろうと思ったんですね。どっちかっていうと、そっちでございますね。はい、で、ダイユっていう感じで、はい、今日までだから、あの、分かってないですから、そのこういうダイユ、今日はやるんですかっていう感じで、ね、なんかただジャクソンが説明書っていうか、そのありますよね、説明書じゃないけど、まあ、それ見ると、ね、あの、ジャクソンが今日は強いなっていうのをそれは思ってました。なるほどね。じゃあパターン持ってきてらっしゃったってことですか、衣装。はい、はい、僕は普段入れてるんで、もう両方入れてますよ。あ、はい、あれはどのくらいで作ったの、はい、どのくらいの時間かけて作ったラップなんですか。あれ、うん、そうですね、だいたい 4、5日ぐらい。あ、4、5日もかけて作ったんですか。ちょっとかかっちゃいましたね。ゆれたラップ何それ、何ですか。分かんない、分かんなかったんだよ、それ意味が分かんない。かけてるって言ったんでしょ、ね、そういう意味だったんでしょ、俺も分かんなかったんだよ。何ですかそれ。顔に巻いてました。顔に巻いてたラップね。新しいのやるから分かんないよ。そっちのラップね。はい、失礼します。いやいやいや、あれはどうなんですか、実際本当のラップ。あれはなんかその場で目に入ったもので韻を踏みたくて、その場で目に入ったものを言いました。え、あれは本当にその場で作ったもの。あ、はい、そうです。あ、そうなんですか。はい、どうでしたか。いや、びっくりしますよね。梅がカリカリとか言ってたから赤いのカリカリとかって言ってたから、え、こんなのよく覚えてきたなと思ったら今作りましたって言って、いや、びっくりしましたね。でも、そんな人も大したこと言ってないじゃないですか、私。言ってることは大したことなくてもそれまでパパパパパ出るってことよ。なんだっけってなっちゃうから。そんなことないです、尊敬してます。あの、お世辞でも畜生。適当に言わないでください。すごい適当に言っちゃう。適当に言ってるんですか。あとあれでしょ、なんか来年ぐらいになんかもうアメリカに進出しちゃうって話が。ね、ちょっとその時に、その時になったら、ご報告させていただきます。誰？今の誰の真似ですか？私の真似。私です。私が私の真似しないってことですか？そんなんじゃないよ、普段。ね、まあ、報告できないですよ。だってもう公約になっちゃう。公約になっちゃってますが、時が来たら報告させていただきます。誰の話ですか。これは
誰なんだか、山口百恵さんか。え、自分です。自分か。山口百恵さんにも失礼だよ。本当に。オマージュ。ま、でもまだ言えないってことはないですよ。もう、もう準備してるんですよ、実際に。準備していますが、時が来たら。いつですか、それ。いつかどうか。いつか。ご報告させていただきます。本当に行くんですか、アメリカ。行くんですが、行くかどうかはご報告させていただきます。そんなに行く行く詐欺じゃないでしょうね。わかりかねます。絡むのが怖くなってきたよ、俺は。俺はそんなにできないんだぞ。分かってるか、そんなにやっても。ご一緒していただけて、お二人はでも何回かもう悲しいというか、初対面じゃないでしょ、だってもう、いや、もうすれ違う程度ですよ、はい、すれ違う程度ですよ、なんかネタ の, あの R1 とか、なんかそんなようなところを受けに行った時に、はい、たまたまの、あ、いた、ユリアンがいたなとか、たまたまちょっと素通りするとか、素通り、素通りする、なんか、あ、いるわとか、もう遠くでちょっと見てる、まあいるわ。で、誰かと喋ってるとかも、そんな今日みたいにこんな喋ったのは初めてです。初めてですね。あ、そうなんですか。はい。印象どうですか、リーダーさん。え、いや、こんな感じでしょ、これ。こんな感じ。リーダーさん、どうですか、トムさんの印象。私は、あの、本当にずっとお会いしたっていうか、まあ、お会いはしてたんですけど、ちゃんともっと深い話もしたいなと思ってたんで、今日できてよかったです。してないよ、深い話。深い話。何もしてないでしょ。何すか、深い話。あの、今日ね、楽しみですね、とか言われましたよね。いや、それはもう、一般の普通で、みんなが言うやつやろ。よろしくお願いしますけどね、もう、いいよ、もう。いいから、もう。すいません。喋ってないから、もう。深い話してない。怖がらないでくださいよ。絡みづらいですか。絡みつやとか、俺、滑り太夫がバコバコ出てきそうで怖いわ。いや、滑り太夫がいっぱい出てきちゃう。いや、こっちが、なんか、申し訳ないです。なんか、迷惑かけて。いや、なんか、もうなんか来そうで怖いわ。もうなんか来そうで怖いわ。皆さん、ディスコにいらしてください。ま、ディスコ世代の方も、私のように令和生まれの方も、ぜひ、足をお運びください。令和生まれ嘘でしょ。嘘なんですが、本当かどうかまたご報告させていただきます。じゃあ、神さん。まあまあまあ、なんですかね。ちょっとやっぱり自己で行きますわ。やっぱ自己で行きますわ、あのね。いや、まあ普通にだから僕はそのお立ち台とか、もう本当になんかこうね、昔見てて、なんか、あ、すごい、もうブームになってすごいなっていうのは、本当にいつも見てそう思ってましたし、なんかまたその懐かしいお立ち台がこうバッとね、ここでまさかスカイツリーであんな本物見れると思わなかったんで、なんかすごい、今日ね、盛り上がりました、普通に懐かしいなと思って。なんかまたね、こういうのが流行ったりするとすごいいいんじゃないかなと思って、ね、若い人たちにもなんかこれが の良さをね、知ってもらいたいなーってね、なんか思いました。真面目だ。いい加減にしろ。うまいこと言えねえな。はい、ありがとうございました。